プランクアドバンスをやっていきたいなと思います。4種類今日はやっていきたいなと思います。はい、まず基本姿勢作ってください。前回説明した通りの基本姿勢を作ります。ここからまず腕を1、2、3、4という形で出していきます。はい、1、2、3、4で、最初に出した方を右から出したら次は今度左から出していきます。1、2、3、4で、これを繰り返しやっていきますが、できる限りここを動かさない、お尻を動かさないようにして、はい、もう一度もう一周やってみましょう。動かさないように、そう、3、4っていう形で、やってみてください。これがまず1種類目になります。はい、2種類目、今のを片足上げて行います。はい、この姿勢で1、2、3、4できる限り上半身動かさないように、はい、いいよ、1、2、3、4こう左右大きく揺れてしまうとあれなので、できる限り左右の揺れを少なくしながらやっていきます。これが2種類目です。はい、3種類目いきます。今度は片足と体格の手を伸ばしてこれちょっとお尻高いので、もうちょい下げて。はい。はい、戻して。はい、反対側。はい、この姿勢を維持します。で、今ちょっとね、反れちゃってるので、もうちょっとお腹を上げて。はい、戻して。はい、もう一度。この姿勢のまま、伸ばして。はい、下ろして。っていうのをやってみてください。で、最後、4つ目になります。膝つきでプランクをやっていきます。これ通常のプランクよりもはるかに、きついものになっていきます。まず膝を揃えます。で、前の手は三角形を作るようにしていきます。で、この肘の位置が前にあればあるほどきついです。なので、きつく設定する人はこれよりも前に、設定してお腹をつけずに、この姿勢でキープしていきます。で、もっと負荷をかける場合には、おへそを覗き込むようにプランクをしていきます。この姿勢のまんま30秒から1分、キープをしてみてください。各1分程度、実施できればいいかなと思います。それを、まあ、できたら3セットから5セット、実施するようにしてください。